よろしくお願いいたします。相澤です。先ほどママって言っちゃいますけども、小野和子さんがやられて、プロですからね、プロの後をやるというこの空気感を変えるというのはよほどのことがないとできないことなんですよね。で、ここへ来る前にザ・広沢シティ会館の、パンフレットっていうんですかね、あれを手に入れてみましたら、藤井フミヤさんが表紙を飾って、金額が8000いくらとか書いてあって、で裏側を見るとフォークソング同好会、我々のことですよね、無料って書いてある。また大森さん言ってしまいますが、プロとアマチュア、我々との違いは何かっていうと、プロは料金を取るんです。で、私たちは料金を払ってここへステージに立つわけですよ。でこの違いが あるということをまず前提にそれとなぜ観客というか視聴者はお金を払ってまでプロを見に行くかというと、聞きたいからですよね。求めているものがそこにあるから、価値があるからです。ありがとうございます。そこ行くと我々は求められてるものない、要は価値がないっていうことです。で皆さん価値がないものを今聞いていらっしゃるんで、大変申し訳ないなと私は思いますけど、おまけに私はオリジナルを今からやるので、ほとんど価値のないものをやりますんで、よろしくお願いいたします。題名を言うの忘れましたが、真っ赤なちゃんちゃんこ。私も60歳を過ぎてだいぶ経ちますけど、その時に作りました真っ赤なちゃんちゃんこを聞いてください。お堅いものは
緊張するというのはよくわかりますよ。あの静かにずっと睨むようにこちらを見てるので、これは緊張しますよね。そういった視線をちょっと無視して、昨年城里町の方に引っ越しまして、マンションから平屋に引っ越しましたんで、皆さんも思い当たるでしょうけど、草取りが大変なね、毎日のように夏場草取ってますけど、思わず草取りの歌っていうのを作りましたんで、聴いていてください。
るところでは笑っていただいて構いません。次は特に意味はない歌なんですが、ところでは笑っていただいて構わないです、本当にね。特に意味のない歌、男の料理は養老レイヒン。聞いたことがある方もいますので、笑うところでは笑っていただいて、笑うところではというか、全面笑うところもあるんだ。先ほどの小野和子さんからは、この歌、歌じゃないって最初に持ってた時に言われたような歌なので。いただきました。笑ってない。次はね、実はこの、コロナ禍ですね、皆さん思いはいろいろあるでしょうけども、事故ですね、事件があったんですね、私の中にね。でその歌を今歌にしたので聴いていただきたいんですが、どういう状況かはこの歌を聴いてから説明するというか、この歌で感じていただきたいんですが、夢でありたいという誰にもありそうなことなので、注意喚起の意味でも歌いたいと思います。夢でありたい。別に浮かれてたわけではなくて、浮かれて
違いますけども、一言わかりました今。ね、お酒、日本酒の一生瓶なんですよね。なぜかこう嬉しくなって、あったみたいなことで入れちゃったんですよね。そしたら違う人で、またその人もね、ちょっと笑ってくれればよかったんですけどね。違いますけどってこう強く言われちゃって、今の時代はこうなんですよ。気をつけてくださいね。じゃあ、はい、これ言ったことに対してちょっと笑っていただくと話が長くなるんですが、こう話が続かないもんだから次行っちゃうんですよ。先ほど小野和子さんから紹介されました一礼土曜一座、もともとはそのガランドというお店で一礼土曜一座を始めたんですけど、一礼、お辞儀することもあるかもわかりませんが、一と零のつく土曜日ですね、結構月一度ぐらいずつあるんですよ、ね。ですから月に一度ぐらいずつ音楽仲間が集まって、思い思いのジャンルは問わないということで、ただただ好き勝手にやればいいというような歌会。もちろん聞くだけの方も大勢いらしてて、でそれが、まあ、お店が閉まってしまったので、これでなくなっちゃうのももったいないというような思いがありましたので、じゃあ私が引っ越した先でやりますかみたいなことを言ったら、みんな賛同してくれて、
7回目ぐらいになるんですかね、もう今年早速1月21日が土曜日なので、ぜひ興味がありましたら声をかけていただければ、声かけていただいた方がいいですね。料理を作る関係もありますんでね、お酒を飲んだり、車での方は料理だけで歌を楽しむというような会ですので、ぜひ、いらしてください。最後の歌、何にしようかなと思いましたが、これは私よりも年上の人に書いたつもりなんですが、だんだん自分たちの歌、自分の歌かなみたいな感じになってきたので、一例同様一座に参加するのもこの歌かなみたいなことで、もう一度チャレンジという歌で、皆さんもぜひ何でもいいのでもう一度チャレンジしたらどうですかみたいな歌です。Thank you.